それでは次は小手返しを説明していきます。それでは説明します。この技はひねる力を利用して相手がさらに戻そうとするときにさらにそれをひねりながら返すというところにポイントがあります。ここを普通にひねりますと手首が曲がってしまいます。上から押さえるようにしてこう自分の肘を前に送り込むようにしてこちらの手を回します。ここにポイントがあります。ここから回すようにすると相手は崩れます。そこに小手返しをかけます。普通に小手返しをかけますと相手は安定してますから反対の手で攻撃をされます。されないためにこの崩しが重要なポイントになります。